こんにちは、プロドローンインストラクターの橋本龍です。一つお願いです。チャンネル登録よろしくお願いします。今日は先日発表されたソニーのエアピークについて少しお話をしたいと思います。ソニーのエアピーク、かなりセンセーショナルな発表でしたよね。CES CES2021 で、ウェブ上で発表されたんですけども、その後ね、音沙汰全くないですよね。一方でシネマナインのカメラが続々と登場してますよね。昨年発表発売された FX9、 そして先日発表発売された FX6、 この FX6 は有名な Vlogger の方々、 YouTuber の方々も乗り換えようとか、乗り換えたけどまあ、やめましたというような方々結構いらっしゃいますよね。確かに僕が見た時もすごく魅力的で、あるテレビカメラマンにちょっと LINE でこのね FX6 いいですねって送ったら、やっぱりプロ目線から見ると今一つだと、まあどちらかというと帯に短し、タスキに長しといった表現が合ってるんでしょうかね。ハイスペックな面が一方ある上で、というね、感じがするというものだったらしいです。そこへ来てですよ。FX3。これがリークで流れてますよね。リーク情報によると、かなりコンパクトで、非常に扱いやすい。上のね、アクセサリー、いろんなね、サービスを、ね、装着するアクセサリー類が付けやすいように、カメラネジが3つとか4つとかついてましたね。サイドにも確かついてたのかな。ね、そうすると XLR とかのマイク端子も接続できますし、あとレンズが交換式ですよね。で、おそらくこれ 4K60fps は撮れるんじゃないかなという、まあ、想定、想像、リーク情報ですね。HD だと120までいけるので、まあややスロー、まあスーパースローまでいかない、ややスローというようなスローモーションも取れるというようなイメージであるんですよね。重さがおそらく 600g 台だとは思うんですけども、まあレンズをつけたとしても、どうでしょうね、1キロ前後でしょうか。そこでちょっとエアピークの話に戻ります。エアピーク、ティザーの動画を見てると、ソニーの α7S でしたっけが積んでるようなイメージがあったんですけども、どうやらこれ見てると FX3 積んでくるんじゃないかなと思います。 FX3 であれば、様々なシネマレンズも使えますし、ハイスペックの CMOS も積んでますし、多分 35mm のサイズのセンサーを積むんじゃないかなと思ってますが、まあそういったところでね、シネマカメラとしては一番エントリーモデルというラインで出てくるとは思うんですけども、まあよく考えると映画や CM の撮影で、まあ、大型のねレッドとかそういったものを積まずして、まあどちらかというとブラックマジックのポケシネの、まあ、6K とか 4K とかその辺で十分対応できるようなものがソニーに置き換わるんじゃないかなと思います。まあ圧倒的にねセンサーサイズが大きいので FX3 に置き換わっても不思議ではないですよね。そういった中で、まあ、ソニーのエアピークにこの FX3 が乗るんじゃないかなと勝手に想像しています。まあ、ドローンといえば重要な、まあ、コンポーネント一つありますよね。もちろん空を飛ぶ、安定して飛行するっていうことも重要なんですけども、ジンバル、これはとても重要です。ソニーのエアピーク発表の時に映っていたのがグレムジーじゃないかなと。このグレムジー T3 というモデルなんですが、このメーカー実はベトナムのものです。いわゆるあの国以外のもので揃えられるという点では、こちらソニーエアピークプラス FX3グレムジー T3 のジンバルいけるんじゃないかなと思います。グレムジーの T3 何がいいかというと、非常に汎用性の高い通信ポートをいくつも持っています。さらに確か積載能力が4ポンド近くまでいけるんじゃなかったかな、3.7 ポンド 1.6 キロくらいですかね、まあ、そのくらいまでいけるので、
まあソニーの FX3 重さによるんでしょうけど、 FX3 プラス、まあ、レンズも搭載して、まあ、問題なくエアピークで動作するんじゃないかなと思ってます。まあ、あと制御系がねどこまでいけるかなというところが非常に興味深いところなんですけども、仮にエアピークに FX3 を搭載した時どういったシーンで使われるのか考えてみました。4K30fps で撮影ができる折りたたみの超小型、まあ、その当時は超小型に感じたドローン、まあセンセーショナルでしたよね。それまではファントム4だったかな、ファントム3だったかな、ちょっとよく覚えてないですけども、まあああいうねちょっと折りたたみしにくいものを山まで持ってってそこから飛ばすということをやってたんですけども、 Mavic Pro が出た時に、あ、この 4K カメラもうめちゃくちゃ空撮するのに楽だなと思って、もう速攻買って、ただフレアがね入るので、まあ 3D CAD で、でまあ僕が元の原案を書いて、まあスタッフに設計してもらって、3D プリンター FDM じゃないやつですね、積層の大型の 3D プリンターですか、それを使ってやってたんですけども、まあフレアさえ解消できれば非常にいいドローンでした、ね、それから Mavic 2 Pro が出まして、 Mavic 2 Pro になって1インチのセンサーサイズまで大きくなったのでとても便利で使っていました。ところがですよ、最近自宅のテレビとかも、まあ、4K テレビとか増えてきて、特に街の中のサイネージですね、デジタルサイネージがまあ綺麗になってきましたよね。まあ、ほとんどがまだ1080でも十分だとは思うんですけども、まあ中にはねでっかいサイネージもあるので、そこに1080映されるとやっぱり見てるとちょっとモヤモヤしますよね。 Mavic 2 Pro で映してちょっとカラーグレーディングするくらいだったら十分なんですけども、やっぱり最近そのフッテージの販売とか考えてくると、いい素材を大きいセンサーで撮りたいっていう欲望も出てくるんですよ。まあこれしょうがないですよね。そろそろ APS-C サイズもしくはフルサイズのドローン欲しいなと思ってたんですね。じゃあインスパイア2どうなんだ。インスパイア2とても高性能だし、レンズも何本か選べるのでいいと思うんですけども、マイクロフォーサーズというセンサーサイズなんですよ。決して悪くはないと思うんですけども、もう目の前にフルサイズ搭載できそうなドローンがバンバン出てきてるじゃないですか。例えばフリーフライシステムのアストロ、ね、これもそろそろ市場に出回るんじゃないですかね。あちらはソニーのアルファの 7S が搭載されて確か200万ちょいくらいなので、まあ、お手頃っちゃお手頃ですよね。だけどもうちょっと150万くらいで買えるドローン欲しいなと思ってるんですよ。まあ、例えばインスパイア2、まあ、フルフルでいろんなもの揃えると軽く200万いっちゃうんですね。それともう一つ、マイクロフォーサーズのレンズを買い揃えるってなんか微妙なんですよね。じゃあソニーの α7S 買っちゃえばいいじゃないかと思ってて、買おうかどうか迷ってたんです。本当に迷ってたんです。で FX6 登場して、まあ、全然ねノールックだったんですよ、そのシネマライン。まあ、で一緒に最近仕事を始めようとしているテレビカメラマンの方と相談というか、まあ LINE でねいろいろやり取りしてたんですけども、まあ、その方に FX6 聞いたら、まあ、先ほどの話の通り、いや FX ないんでしょうと。でも私の場合はそのいわゆるそのフィルムメーカーでもないですし、テレビでね地上のカメラを持ってカメラワークするというわけでもないので、 FX9 もいらないし、かといって FX6 で地上カメラだけのためにそれを買うっていうのもちょっと微妙なんですよね。もうちょっとコンパクトで、まあ、僕の場合1ヶ月に15日から20日出張するので、その先でねいろんなものを撮りながら空撮もやるということをやり続けていきたいので、まあ、機材はあまり重たくしたくない。そうなってくるとやっぱ FX3 欲しいなと思ってるんですよ。でさらに、まあ、折りたたみがどうかというところで微妙なんですけども、これにソニーのエアピークが発売されたらもう鬼に金棒ですよね。確かにレッドのコモドとかそういったものを積みたいっていう欲望もあるとは思うんですけども、そこは少し割り切っています。例えば私自身がフィルム撮影
まあ、いわゆるその映画の撮影に協力してくれで自前の機材で持ってきてくれって言われても、いやそれは断りますよね。一本の映画のためだけにレッド買って、まあ、アルタ X ですよね、それを用意するっていうのは、まあ、いわゆるその投資対効果というのが非常に低いかなと思ってます。まあ、一方である程度のものを揃えたいなっていう欲望もあるんですよね。そのバランスで一番いいなと今考えているのがソニーのエアピークプラス FX3、まあ、これにねレンズ群を、まあ、ズームレンズ搭載のものと単眼、この2つ、まあ、もしくは長玉系のものをもう1つ搭載すれば、まあ、空撮も自由度がどんどん広がるし、これからのね 4K の時代のサイネージやいわゆるその動画での CM ですよね、その時に使われる、まあ、素材として十分じゃないかなと思ってます。テレビの業界ではまだまだ1080ですね。 4K これだけ騒がれて、まあ、6K、8K って言われてると思いますけども、いわゆるトップのトップの方々、例えば 4K 放送のところで先端を行ってる方、私が尊敬してる方で言うと高砂陽一さんですとか、そういった方々でもまあテレビの仕事だったらそれほどハイクオリティなカメラで撮る必要がないと思うんですよね。まあともかくね、欲しいのがエアピークと FX3 なんですよ。背景にあるのは DJI がなかなかねフルサイズのドローン出してくれないんですよね。いやだって出してるじゃないかって、いや出してるんです。マトリス 300RTK に搭載できるグローバルシャッターの P1、 ただこれねマトリス 300RTK というのは映像用コンテンツ用というよりもいわゆる、インフラの点検ですよね、まあ、高圧線の点検とかそういった面ではとても優れているマシンなんですよね。もちろん使えないことはないと思うんですけども、じゃあそのねイメージエンジン映像エンジンがどの程度まで消化させられているのかっていうのもわからないですよね。そう DJI がね撮影用のフライングカメラ新しいものを出してもらえれば悩みはないんですよ。まあそういったところで今回はエアピークに搭載できるカメラ FX3 が2月の23日に発表になりますよっていうお話でした。この動画がいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you.